ということで、はい、老子道徳経、はい、第1部第10章ですね、はいはい、いつものように、はい、こちらトルストイ監修の老子道徳経と、はい、ドリアン助川さんがまとめましたバカボンのパパと読む老子、はい、こちらでちょっと老子道徳経第1部第10章を紹介させていただきますと。で今こちらに挙げているのがトルストイ監修のものですね。第10章、心は統一を保っている、それゆえ部分に分割されない、全く精神的なものは赤子のようにおとなしい、ありとあらゆる知識から自由なものは決して病むことはない、人民を愛し人民を治める者は無為の人でなければならない、天の門を開きたいと願う者はメスのようでなければならない、博識と万能をひけらかす者は何も知らないし何もなし得ない、物を作り出しそれを常に所有している者は何も所有していない、成し遂げたことを鼻にかけず他者を超えて他者の上に立たないことは天の徳と名付けられる、はい、僕はなんかこの心は統一を保っている、うん、それゆえ部分に分割されないっていうのを読むとね、うん、このよくこの類型論とかで、はい、特に16タイプの方ですよね、うん、なんかその感覚だ直感だとか、はい、思考だ、うん、感情だって分けるじゃないですか、はい、で 60% と 40% ですとか、はい、なんかねやっぱ心って心じゃないですか一つ、はい、なんか何やってんだろうなとはちょっと思ったりするんですよね、うん、類型論をやってここまで大きくさせていただきましたけど、うん、心って心だよなって、で、まあ、それをバランスを取るために使えだと思うんですよ、そういうのって。あ、正解を取るためではなく、正解を取るためっていうか、はい、僕はこの老子を AI に読ませてみたんですよ。10章老子10章説明してって、はい、そしたら魂と精神のバランスを取れが重要だってどういうことですかって聞いたんですよ、はい、そしたら魂というのは感情とか意識とかで、精神というのは思考や知性だ、これのバランスが崩れてると良くないみたいな。病むってことですね。病むで、それはつまりどういうことかって聞いたら、はい、なんか感情に振り回されてやるべきことができないとか、はい、逆にこう知性こういうことをすべきっていうことばっかりやって自分の感情を楽しめないみたいな、だからこのバランスを取りましょうみたいな。っていうとその好き好きで、はい、やっぱタイプってありそうですね。タイプって多分この思考に寄りすぎとか感情に寄りすぎみたいな、はい、でもそれは自分が心地いいところってことですもんね。でもそこのバランスが崩すと、崩れるとってことですね。だからこうなんだろう、合理的にすべきだみたいな感じで、だからバランスを取りましょうなんですよ。思考の人は感情優先しましょうみたいな話だと思うんですよね。向けて思考の、例えば、はい、魂の人は精神を重要視しましょう、はい、魂っていうのはエネルギーだって言ってます。あ、内面的エネルギー、はい、でそれとのバランスが崩れるからバランス崩すんですよみたいな。だから私は感情が得意だからって感情ばっかりやってるとバランス崩しますよって言ってるんですよ。振り回されまくりですよ。振り回されるので、もうちょっとちゃんと物事を整理してみましょうみたいな、はい、チャット GPT が来るじゃないですか、はい、仕事めっちゃ楽じゃんっていう気持ちと、うん、あれ俺の仕事ってって、うんうん、言うので、うん、なんかねこの一時はなんかハッて気分が上がるんですけど、はい、すぐ落ち込んで、うん、いやいや、うん、苦しい、やっぱりそのバランスを取りましょうみたいな話だと思うんですよね。あまりにそうですね、うん、知性を使ってないですもんね。それは知性を使わずにこうどうすればいいのかみたいなことを感情に振る舞わされるんじゃなくて考えていきましょうみたいな。なるほど。今この第10章チャット GPT はそう解釈したと、はいはい、なるほど、はい、ではまあ、ドリアン助川さんはどう解釈したか、うん、こちらですね、うん、バカボンのパパと読む老子、うん、こちらでは、この見出しでね、はい、バッチリ一人でできるかななのだって書いてあるんですけど、うん、身の深いところと心を合わせ統一感を得て離さないようにできるか、気を集中し柔らかさを保ち赤子のようになることができるか、幻想を拭い去って心に傷をつけないようにできるか、民を愛し国を統治して
しかも知られずにいることができるか、感情がほとばしる天の門が開いたり閉じたりするときに、メスの静かな態度を取り続けることができるか、物事がはっきり分かりながら何も手出しせずにいられるのか、物を生み出し養い育てても所有せず、施してももたれかからず、その長となっても支配をしない、これを奥深い神秘の徳というと。チャット GPT と全く違いますね。チャット GPT が言ってたのは、はい、7つあるんですよ、この文章は全部で7つで、今言ってたのは1つの説明、精神と魂を分離させない、はいはいはい、この前半の部分です。あ、はいはいはい、冒頭の部分で、で次はなんか柔らかく柔軟な心を持ち続ける、で3つ目が知性や見識を磨きつつ清らかな状態を保つ、はい、で4つ目が愛情を持って人々を導き国を治める、5つ目が自然のリズムに従って受容的な立場である、はい、で6つ目が物事を理解しながら無知であるかのように振る舞う、7つ目が生命を育むが所有しない、行動を取るが依存しない、成長させるが支配さしないの7つ。7つなのだって言えばもうバカボンになっちゃいますね。はい、なるほど。でその魂と精神を一つにまとめるってどういうことって聞いたんですよ、さっきの。ああ、はいはい、はい、そうすると、まあ、心とかなんか思考みたいな感じですよね。要はまあ、うん、感情に振り回されず、はい、かといって、うん、知識知識に偏らずってことですね、うん、みたいな。じゃあそれをバカボン、はい、もうバカボンですよ、はい、チャット GPT より、はい、そうあってほしいんですけど、はい、バカボンのパパが何て言ってるか、はい、体の奥の深いところと心をバッチリ合わせ、バッチリ合わさったまま離さないでいられるかな、息を吸ったり吐いたりすることに集中し、吸ったり吐いたりを滑らかに柔らかくして、はじめちゃんのように純になることができるかな、夢幻を心から追い出して傷一つない澄んだ瞳でこの世を見ることができるかな、みんなを愛し国で一番偉い人になって、それでもみんなから知られずにいることができるかな、感情がブワッと湧いてきた時にママのように落ち着いて静かにしていることができるかな、本当は何でもバッチリ分かっているのに口も手も出さないことができるかな、物を作って育ててもそれを自分のものだと言い張らず、いろいろと力を注いでやっても頼りにしたりせず、大統領になってもみんなを支配しようとしない、そんなことができるかな、もしもできたならこれが奥深い神秘の徳なのだ、これでいいのだと。バカボンの出だしと、はい、チャット GPT が一緒すぎて、はい、ちょっとびっくりしました、はい、体の奥深いところと心をバッチリ合わせる、うん、この辺のバランス解釈はいらなくなるんですかね。解釈、まあみんなが納得する解釈を出してくれるって話ですからね。膨大なデータをなんか食べて出すわけじゃないですか、はい、AI って、はい、だからこういうのも全部食べてるんですよ、みんなが言ってることで一番それっぽいことを言ってくれるみたいな、みんなのをまとめて言ってくれるみたいなやつですよね、うん、なんか今言われたじゃないですか、はい、グーの音も出ませんでしたね。解釈の余地を挟むところもない。ああ、なるほどって。あ、体調も思いました、思いました。あの体調が、その何でも反対に立てる体調が、要はその反対に立った時に、はい、どういうことですかって聞けるわけじゃないですか、本には聞けないけど、はい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 、でそうするとこれはこういうことですって返してくれるわけじゃないですか、はい、でこう反論の余地があったらその反論の余地をまた言うわけじゃないですか、はい、そうするとそこの解説をまたしてくれるわけじゃないですか。っていうことができるので、はい、なんか最終的には納得しちゃうみたいな。なるほど、はい、でもこれが、はい、要はもう脳と直結しちゃうと、はい、もう本当勉強不要ですね。勉強不要です、まあ、知識は必要なくなるみたいなとこですよね。だからよりコミュニケーションとかだと思うんですよ。もうこもっとる場合じゃないですね。こもっとる場合じゃない、まあ、はい、そんな小屋弁全開でしたけど、はい、老子に見えました、チャット GPT が。はい、はい。